ちょっとあんた、劇場に入るんならそこで入場券買ってもらわないと。いや、私映画見に来たのではないのです。2階の探偵事務所に用事があって来たんです。どこに用があっても映画館に入りたいんならチケット買わないとね。はい、1000円です。ありがとうございますね。お客さん、今日の映画はね、我らの生涯の最良の年っていうアメリカ映画でね。私は映画見ないって言ってるのに。どうぞ。どうぞ。私、金と申します。人を探してほしいのですが。捜査費用は1日5万円、必要経費は別料金となっています。捜査には全力を尽くしますが、探し出せない場合もあります。知っています。ここで3件目ですから。どこもダメだった？ええ、警察にも行ったんです。でも外国人にひどく冷たい。どうですか？ご安心ください。で、捜索人の特徴は？あら、あんた映画見ていかないの？だから私は映画見ないって言ってるんですよ。かわいそうに映画を見る余裕もないなんて、あの人よっぽど困ってんのね。人間ゆっくり映画も見れなくなっちゃおしまいよね。悲しすぎるわ。じゃあ行ってきます。気をつけてね。おお、綺麗になったね。サンキューガチャ。はい。俺の名前はハマ・マイク、本名だ。俺は俺の生まれ育ったこの町、横浜小金町で私立探偵をやっている。主な仕事は人探しだが、たまには面倒なことに巻き込まれて危ねえ時もある。でもそれが私立探偵って家業なんだろう。俺には茜という今年16になる一人っきりの可愛い妹がいて、俺は探偵で稼いで妹を大学に行かしてやるのが夢だ。悪いかよ、探偵の夢が本当の夢で。
来た。リーチ。出たらあーめっちゃ汚いです。こんなちっちゃい手ばっかり上がりやがって。揉めないのってほら、もう中学の同級生が同じ町に住んでんだから仲良くしましたね。そう、まだまだ言う通り、気軽にマスターって呼ぶんじゃねえよ。俺の女房だぞ、お前。いいじゃねえか、昔からそう呼んでんだから。マスター、そうよ、いいじゃない。あんたお店あんじゃないの。え、行っちゃうの。うん、頑張ってね。またな。お腹すきましたね。あ、なんか取るね。おい、森さん。どうもありがとうございます。森さん。チャーハン二つ、タンメン二つ、チャーショーメン二つ。違うって。なんで全部二つになるんだよ。いいか、五目チャーハン一つにカニチャーハン二つ、タンメン一つに餃子が三つ。オッケー。五目チャーハン二つ。違うって。まあ、岩崎さん、熱くならないで。だってよ。あなたさ、チャイニーズ。はい、台湾から来ました。三ヶ月です。三ヶ月じゃ日本語よくわかんないよね。いえ、私わかります。わかってないじゃない。いいじゃねえかよ、ごちゃごちゃ言ってねえでよ。みんな同じもんにしろよ。あ、そうだね、それがいいわ。じゃあ、チャーハン4つね、みんなこれでしょ、これだもん。いいよな、岩崎。はいはい。それじゃあね、チャーハンを4つ、 1、2、3、4 ね。それと、餃子、1、2、3 餃子食うぜ、いいだろう。こだわりますね、岩崎さん。チャーハン4つに、餃子3つですね。あ、そう、完璧。ほら、みんな拍手拍手。うるせえぞ。なんだよね、野郎、この楽しいひとときは。泣いてるしな。お前も探偵になってから人が変わったよな。昔なら真っ先に飛びかかってったやつがね。そう、そのたんびに鑑別所。人は誰でも変わるもんよ。ガキのまんま変わんねえのはおめえらだけだよ。お前に言われたかねえぞ、お前に。始めるよ。よし。おい、マイクさ、この間探してた人見つかった？もちどんな奴でも見つけ出す。それが人探しのプロってもんよ。てめえ、ざけてんのか。日本に来るなら日本語ぐらい覚えてきやがれ。なんだその目は。私何も悪いことしてないよ。ちょっと危ないですよね。関わりにならない方がいいわよ。ねえマイク。日本でそんな目してたらどうなるか教えてやる。すいませんでした。目が誤ってね。すいませんでした。そこに手ついて謝れ。謝ったんだからもういいじゃねえか。誰だ今のは。なんだなんだ、俺のことか。うまいぞ、これ。
うちでな一番上等なやつだからな。さあそんなねまずい指輪ポイしてこっち食いな。ほら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 、バイトで喜べ。やったぞよ。ちょっと歯型ついてるけどな。まあ、とりあえず格好だけはついたな。先生、これ動くようになんの？さあね。あ、いや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 。あとはお前の運次第ってとこかな。運が悪けりゃこのままかよ。繋がっちゃったよ。あ、そう。大丈夫ですか？ああ、気にすんなよ。あんたのせいじゃねえよ。こんなんかすり傷。それよりあんた、これから気をつけなよ。それから、このおもちゃ、ここではあんまり使わない方がいいな。わかる？俺の言ってること。まあそういうことだからこのことは気にしなくていいよ。じゃあな。最高な。腹減ったよ俺。そうだな。私ヤハイビンと言います。あなたは？俺はハママイク。ハママイク本名だ。小金町にある日劇の2階で探偵やってる。何か困ったことがあったらいつでも来なよ。カッコつけてんじゃねえよお前。全然変わってない。それがヤンと俺との出会いだった。じゃないのお兄ちゃん。そんな大怪我させられて何が困ったことあったらいつでも来なよ。人の意にも程があるわ。その人から治療代ぐらいもらうべきよ。あいつが俺の指切ったわけじゃねえからな。分かってるわよ。分かってるけど指なくすところだったのよ。お兄ちゃんの指がずっとなかったら私どうしていいか分かんないじゃない。おい泣くなよ茜。もう無茶しないからさ。絶対よ。私に誓ってよ。わだ、誓う。誓います。泣くなよ。最近どうも物騒だな。どうぞ。ああ、入んなよ。大丈夫ですか、指？ああ、もうなんてことねえよ。指直すお金。どうしたのこんな大金。大丈夫、私のお金。受け取れねえよ。
どうぞどうぞ。気持ちだけもらっとくよ。気持ちだけ。わかる？どうぞどうぞ。いいっては。困ります。私のせいで結果しただから、私自分許せない。いらねえっつってんだろ。余計なことすんじゃねえよ。ごめんなさい。もういいから帰んな。仕事の邪魔だよ。仕事だったらもらえますか？ああ、私この人を探してます。私のお兄さん、名前は楊德健です。2年前日本に来ていなくなった。このお金でお兄さん探してください。そんなわけで俺はヤンの兄貴を探し始めた。俺はまず横浜の入管に行き、ヤン特権の入国の記録を調べた。ヤン特権は確かに2年ほど前に入国しているが、出国した記録はない。ビザは15日間で切れるので、ヤン特権は不法滞在しながらこの日本のどっかにいることになる。派手な車乗り回してよ。景気良さそうだな、兄ちゃん。格好だけっすよ、中山さん。不良外人探しとかそんな銭になると思わねえけどな。冗談じゃないっすよ。金全然ないっすから。最近よ、外国人犯罪ってのが非常に増えててな、頭痛いんだよ。え？麻薬に売春、強盗に殺し、一昨日も二人刺し殺されてるしな。俺仕事ありますから、失礼します。ヤン特権、台湾か。返せよ。何すんだよ。おまわりが一市民に暴力売ってもいいのかよ。一市民だって？いつから市民だったんだこのチンピラ。なんだと？ほら、野良犬の目。それがおめえの本当の目だ。勘弁してくださいよ。今真面目にやってんですから。俺の経験じゃな、人間そんなに簡単に変われねえんだよ。おめえみたいな最低のクズは死ぬまで最低なんだよ。いつかパクってやっかんな。お客さんも好きだね。昼間からホテルに行ってくれたなんて。ホテルに着いたらこんなことすんのかね。あ、ハンドル持って、ハンドル。はい、白タクだが安全な星のタクシー。どうしたの浜君。ちょっと話があんだよ。了解。お客さん悪いね。今日の営業終了しちゃった。ゲームセット。浜君、何か分かったら連絡するよ。うん。中山が何だかカリカリしてんだけど。星野君、何か情報掴んでる？掴んでることは掴んでるけど。けどなんだよ。ねえ、そういうことか。
おい、ちょっと足んないな。水くせえこと言うなよ。長い付き合いだろ。でもね、俺も情報売んのが商売だから。いいからそれで喋れよ。ほんと喋りてんだろ。だんだん喋りたくなってきた。あ？喋りたい。あ？喋らして。近々台湾と香港のマフィアが横浜へドンパチやるらしいって噂があって、中山はそのことで借り返してんだ。おとといの殺しもそれに関連らしいよ。你怎么把他给干了？日本批条那么好惹的？他们是会跟日本兄弟要人的？我会把他搞定的。你会搞定？我看你是想帮助他闪吧。我什么时候训过？我一定会干掉他的。放心吧，我相信你一定能做到，对吧，兄弟？我就相信你这一次，下次你再轻举妄动的话，你自己知道后果。现在有新的情况，他已经加入黑狗会了。黑狗会？日本新一代的势力？还不只是这个样子，他已经加入日本籍了。你看，他不但出卖我们自己兄弟，他连中国人都不想做。这种人，不可以让他活着。いってらっしゃい。这小屋住得惯？不错，挺舒服的。山本さん、菅野さん、
可给你准备了更好的房子。哎，住这儿真可以。我太太喜欢。康洛桑的情我心领了。阎王菩萨，这老婆真地道。听你讲话，应该是北京人吧？别提这事儿啊。过去的事儿我也记不清了。我是老想去中国，这次到日本来以前也想过。这以后你随时可以去啊。您是日本人了。山本さん。日本語で話しましょう。私も忘れることにするよ。昔のことは。人は前を向いて生きるべきだと。カノさんも言ってる。そう。それがいいんですよ。私たち、カノさんのおかげで生まれ変われたんですから。なあ。この人を見かけて連絡すれば5000円もらえるんですね。ああ、頼む。そういや、俺この間あのチャンス言ったけどよ、クビになってたぜ、あの中国人。え？辞めさせられたの、この間のことで。違うよ、レジの金ちょろまかしたのがバレてクビ。そういうふうには見えない人だったけどね。人は見かけじゃ分かりませんからね。高山。兄ちゃん、コーヒーおごってくれよ。え？この間の台湾野郎なかなか見つかんねえだろ。知ってんですか、あの男。台湾だの香港だの、あちこちからおめえ人殺しが来て困ってんだよ。どういう意味ですか。クズが知らばっくれんじゃねえ。ちょろちょろ駆け回りやがって。何企んでんだよ。いいか、黒犬を追ってんのは俺たち警察だ。野良犬が変に鼻突っ込みやると、今度は10年出てくるねえにしてっからな。ただし何か分かったら必ず俺に知らせろよ。Thank you。中山が言ってた黒犬ってのは多分その黒糖会のことだと思うよ。浜君、ヤバい資料だから見るだけだよ。分かってる。黒糖会ってのは売り出し中の新興暴力団で、組員のほとんどが日本人に帰化した在日外国人で構成されてんだ。組長の菅野ってのはもともと朝鮮人らしいよ。こいつら自分たちのことをニュージャップって呼んで、とにかく人気も何も見境なしに暴れてんで有名だよ。ニュージャップか。でもなんで中山俺に絡むのかな。浜君の探してるやつと関係あるんじゃないの。うん。私立探偵のハマ・マイク。いや。何ですか、マイクさん。いや、あの店辞めたんだって。はい。ヤンさんの連絡先あの店だったから困っちゃったよ。
お兄さんの居所分かってもヤンさんの連絡先分かんないんじゃ仕事にならないからね。見つかったんですか。そうですか。それでさ、うん、もうちょっとお兄さんのこと聞きたいんだけど、どう？これちょっとこれ。これ。そうそう。おごりだろ岩崎。どれだろ。台湾の乾杯。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 全然出してない。バイバイバイ。おう、気前いいじゃん。儲かってんじゃねえか。タワンの乾杯。乾杯。乾杯。ねえヤンさん、うん、お兄さんのこともっと詳しく教えてよ。お兄さん、うん、とても偉い、とても強いよ。私お兄さんから全部習った。他の家族いません。ずっと兄さんと二人だけ。その気持ちわかるよ。俺も妹とずっと二人っきりだ。え、マイクさん、あなたの母さんお父さん死んじまったよ。あ、かわいそう。ニャンさんと同じだよ。同じじゃないよ。私たちのお父さんお母さん死んでない。だってさっき二人っきりだって言ったじゃん。お父さんお母さん私たち捨てだよ。でもしょうがないね。貧乏やだね。さあもう一度台湾の乾杯。よーし、ヤンさんのうちって飲み上がるぞ。あ、うちダメ。どうしてよ。うち切らないよ。もう大丈夫大丈夫。もう満台。ダメダメ。ツーダメ。ツーなんだっけ。ツーファーツーファー。日本語勉強してんだ。おー、美人じゃない彼女。あ、それダメ、見ないで。マイクさん、なんで。ダメダメ、返して。なんだよお前、照れんなよ。実はさ、俺も妹が大学上がったら一緒になろうと思ってる女がいるんだよ。私もいつか結婚しようと思ってます。おお、いいじゃん。でも秘密、これマイクさんだけ。お、じゃあさ、俺結婚式呼んでよ。台湾来てくれますか。ああ、行く行く、必ず行く。あ、谢谢。私家族お兄さんしかいないからとても嬉しいです。楽しみだな。マイクさん、いいよ。いいからいいから、俺に任せとけって。人手が足りねえっつってたよな。どうすんのよ、レジの金ちょろまかされたら。北村、俺に恥をかかせっと俺は昔の俺に戻っちまうぜ。友達脅すなよ。友達だから頼んでんだろ。分かったよ。センキュー。今日から働いてほしいってさ。あ、ちょ、マイク。おばちゃん。浜君本気？本気だよ星野君。これが一番手っ取り早いからね。さあ行ってみようか星野君。はい。
そんな肩入れすんの。まあなんとなくってやつかな。あ、お前なんだよこりゃ。何も盗むなっつったろ。味方、それ俺のコレクション。ほらこういう商売してるとさ、それぐらいしか楽しくなくてさ。これは俺が預かったの。ちょっとそれはないよ。もうもう。兄さんの居所が分かったよ。教えてくださいよ。兄さん会いたいよ。今はまだ会わない方がいいよ。どうして？兄さん今ちょっと揉め事に巻き込まれてるんだ。ああでも心配することねえよ。俺が必ず会えるようにするから。もう少し待てるよね。はい、私マイクさん信じてます。ん？你怎么会去找征信社的人？你是不相信我跟你讲的话？我不是不相信，不这样他不收我钱。什么钱啊？那个人是因为我受伤的。讲情分，很危险哦。不会了，我会把他搞定的。他知不知道你来干什么？他知道我是来找哥哥的。我跟你讲哦，事情一办完。连他一起处理掉。地方你已经知道了，动作要快，先下手为强。
何の目的だ。何のことですか。私はイエスの教えを多くの人に分かってもらおうと聖書を売り歩いてるだけなんですから。なぜうちの組に潜入した。聞かせてもらおうか。知りませんよ。私は聖書を共に学ぶ会の。なめんなよ。俺たちはニュージャップだ。学ぶ会だって言ってんだろ。本当にバカね。お酒飲んで喧嘩なんかして、まだ昔の癖が抜けてないのね。私にした約束もう忘れちゃったの。すまねえ、あかね。そうだ、あかねちゃんを悲しませたら罰が当たるぞ。宍戸さん。それにしてもまたド派手にやられたもんだな。まあお前にはいい薬か。こちらさんは。ああ、ヤンさん、俺の友達。はじめまして、俺の名は上宍戸。このバカと同じ家業をしてます。俺の先生、探偵の。どうも。どうも。ちょっと話がある。私も帰ります。ヤンさん。何ですか、アカ姉さん。ヤンさんにとってお兄さんが大切なように、私もお兄ちゃんが大切なの。はい、
あなたの気持ち、わかります。ヤンさんのお兄さん探し始めてから、お兄ちゃん昔に戻っちゃったみたいで、とても心配なの。大丈夫、心配しないで。もうすぐこれ、終わります。ヤクザ洗うのは札の仕事だ。それは合ってます。黒東海の菅野って男は恐ろしい奴だ。アスカはもともと稲村会系の組だったんだが、菅野が後目を継いでからその稲村会と手を切ったふりをし、香港黒社会とも手を結んでる。黒東海なんて興味ないっすよ。俺はあの組にいる一人の男を確認したいだけですから。その確認したい男が問題なんだ。そいつが最も危ねえ。どういうことですか？ドラゴンユニオン、台湾最大の広域暴力団だ。お前の探しているヤン・ドッケンもそのドラゴンユニオンの腕のいいヒットマンだった。そのヤンを殺しにな、別のヒットマンが来てるはずだ。裏切り者のヤンを殺した時、黒東海とドラゴンユニオンの交渉が始まる。菅野は東アジアの暗黒街の地図を塗り替えようとしてる。俺には関係ないっすよ。仕事に戻ります。分からんのか。黒東海はヤン・トッケンが殺されるのを待ってるんだぞ。お前も殺されしまうぞ。いいか、これ以上な黒東海に首を突っ込むのはこの俺が許さん。なんだと？あんたに許してもらわなくても結構だよ。すっかり昔に戻っちまったようだな。懐かしいぜ、マイガー。やめとけ。そうそう、その野良犬みたいな目つきは昔のまんまだぜ。ああマイク、いつまでもガキじゃいられねえんだよ。それに俺だってな、お前の親父の役をやるにはしんどい年になっちまったんだ。なぜだ、なぜそんなにこだわるんだ。どちら様でしょうか。
何かご用ですか？海平，好久不见喽。来了也不跟老哥哈拉几句再走啊？爱给啊啦，进来坐吧。俺の弟だ。そうですか。どうぞ。どうぞ上がってください。さあ、どうぞ。王白兰，我老婆。半年前结的婚，恭喜你了，以后大哥就麻烦你照顾了。他听不懂的，他是中国人，但是在日本出生的，跟我们一样，湖南人，老乡，从他爷爷开始就到日本来了，后来家里面发生了一点事故，现在全家就剩他一个人了。私、なんか作りますね。为什么背叛组织？为什么不跟我联络？我想给你找麻烦。海平，杀我拿多少钱？两年前，我到日本来杀一个叛徒。事情完了以后，老样子，找女人。你的祖籍是？祖籍？故乡？おじいさんたちは風南省から来たって言った。風南省。はい。風南省。同じ。でも行ったことない。同じ。行ったことない。同じ。后来我台湾也不想回去了，整天就泡在他那儿。チャイニーズシガレット。はい。グッ。グッ。おいしい。おいしい。ああ、よかった。なぜいつも明るいですか？夢を持たないようにしてるから。我想让他跟我，可他后面有日本黑社会。后来，他们一直在追杀我们。
哥，杨哥，操你大爷，人呢？哎，我告诉你，没你事了啊，没事儿。追那帮人，我神也跟人说了，没你事了，出来啊！康路上帮了我个大忙，我欠他份人情，我跟他拜了把，听他的话，我入了日本籍。本来想和这个女的老老实实过几天日子，这就是我叛帮和没有跟大家联络的两年。私に中国語がわからないと思って、そんな深刻な顔して何話してたの？私帰ります。ゆっくりしていってください。せっかくの兄弟水入らずなのに。李平，咱哥俩只能活一个，我在办公室等你。这小子挂定了，怎么办？不死个人怎么行？只有这个理由才能跟老子打仗。可怜的两只野狗。哎，听见狗哭了吗？今晚要死人了。汪汪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 。バラン、俺は明日から事務所に泊まるよ。忘れないでね。あなたにもしものことがあったら、私も死ぬ。やめた？うん。台湾に帰るって言ってたよ。
他的名字就叫中国，古老的东方有一群人，黑眼睛黑头发黄皮肤，永永远远是龙的传人。俺は日本人だ。友達として言う。そのまま台湾へ帰れ。どうして？そのまま台湾へ帰れ。何のことか私分かりません。そうか、分かった。兄貴を追ったらお前も奴らに殺される。二人の台湾人が死んで日本の悪が得するだけだ。四課の中山刑事よ。それでも友達か？友達だから死なせるわけにいかねえんだよ。はい、四課の中山刑事。中山。
那事儿咱哥俩就能给办了。哎，你根本不用跟他们。你说呢？阿东。ご安心ください。山本さん。あなたの弟さんには我々は手出ししませんから。阿西郎，阿西郎，阿西行こうよ。いいから飛ばせ。我等你好久了，没事儿，坐吧。我知道你要来干什么，先等我把话说完，先。等我把话说完了以后，你要干什么就干什么。你以为我说的都是真的？王白兰，他不过是个道具。那你到底想干什么？干什么？当汉奸，假结婚，真造反，利用黑狗收拾台北那些家伙。那你他妈把梆子当什么？梆子把我们当什么？当你妈的狗？狗？你潘邦连狗都不如。行，狗也是有梦的，狗也想变成人的。你变了。是的，没错，我是变了。海平，我们一起变，一起去实现我们的梦，从狗变成主人，这是我们最后的机会喽。我要杀了你！你怎么听不懂我说话了？我教你多少次杀人用做的，不是用想的。海平，你永远都学不会。人的血是红的，咱们的血是黑的。海平，来了。
悪いな山本さん。あんたが先に撃ったんでは筋書きが狂うんでね。山口、銃を加藤に渡せ。さあ加藤、撃て。ダブリョ、どう撃てな。撃つんだ加藤。お前の同胞は私たち日本人だ。最低！
台湾に帰ります。ありがとうございました。あなたは本当の友達。ただ一人の友達。あなたは私の本当のお兄さんのようでした。ありがとう。ありがとう。ユビ、本当にごめんなさい。ちょろちょろしてるとバラすぜ。何をですか。可愛い妹に母親のことをよ。そんなことしてみやがれ。てめえ俺がバラしてやる。私が他人なら私を抱けるマイク。お母さん、さようならマイク。
に